4月5月釣りをする上で、そう。一番大事なこと。そう、一番大事なこと。まあ、前情報としてね。はいはいはい。必要なこと。うん。これをちょっと教えてほしい。これおかしいな、待ち合わせやのにな。ここやで。おかしい。で、ここ。声する。声がしてるけど、どこにいるか。え、どこ？ここ。惜しい。もしかして。こっちこっち。え、これボートある。ボートある、ボートある。こっちこっち。うわぁちょっと何びっくりするやん。ここおるよ。びっくりするやん。ここずっとおったよ。ブローフィーやないびっくりボートあると思ったら。今日ちょっと整備したからね。いや、ブーンやないよ。そう、あげて。で、あのさ、うん、雨やねん。そうやねん。降ってきて。降りといて、もう。小屋行こうか。定置行こうわ。小屋行こう、小屋。何をびっくりするやん、もう。そうしよう、小屋行こう。何や、あの小屋に行こうと思ったけどさ、うん、小屋かあれ。あのね、小屋、一応小屋やねん。いつものな。そう、いつもの小屋やねん。いつもちょっと定位置行こうと思ったけど、そう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 、なんか奇跡的に雨が上がって、そう、この絵の方が面白いからこっちでやろう。でさ、一個言うていい？いいよ。マイクの付け方、世界一なんか下手くそなチャンネルなん、ここ。見て。みんなパーカーの紐や。もうみんなシュッとしたはんで、なんか。ちゃんとみんな、な、この辺しか見えへんようにして、これめっちゃ目立つやん。ね、めっちゃ目立つ上に、紐や、うん。超下手です。もうこういうのも楽しんでもらおう。はい、そうですね。ね。はい、違う、何何何を、違うね、何を、気になることがあんねん、また。何を、こないださ。うん、暦の話したやん。大潮とか言った言った、大潮前の中潮とかが大事だよって言ったやん。言った言った。な、うん、間違いないですか、それは。間違いないよ。間違いないですよね。嘘言えへんよ俺。ただ、うん、まあ、その後のラジオとかで、うん、なんか暦よりも大事なことがありますねみたいなことを言っていたのを覚えているかい？ラジオで言ったやつ。ラジオで言ってた。何の話やん。なんかその暦のものな、もちろん大事やけど、うん、それよりも大事なことがあったかい日を狙うことですみたいな。ああ、なんか、うんうんうん、そんなことを言ってる回があったわ。確かに、うん、大事なことっていうのは、うん、その季節季節によってもちろんあんねん。そうやろ、まあ、その季節季節にあるんやろ、ほんで。ある。まあ、状況的に、うん、釣り行くときに、うん、一番気にしとかないといけないこと。はい。4月5月釣りをする上で、そう。一番大事なこと。そう、一番大事なこと。まあ、前情報としてね。はいはいはい。必要なこと。うん。これをちょっと教えてほしい。わかりました。じゃないと釣りに行かんもん。もう釣りには行かん。行きなさい。そこ教えてもらわんと。そうね。わかりました、うん。はい。じゃあその辺を解説しましょう。はい、解説してください。お願いします。はい、まず。はい。4月、5月ね、うん、まあ、6月になってくると、うん、ちょっとまた状況は違うから、うん、とりあえず今回は、うん、まあ、4月かな、うん、まあ、4月5月メインなお話をします、うんうん、はい、4月になってくると、はい、バスにとっては、うん、一大イベントがあります。何何かと言いました。何フェスティバル。サンランフェスティバル。要は、スポーニングと言われてるんですよね、うんうん、スポーニングっていうのは要はサンランのことなんですけど、うん、目安となるのが、はい、水温15度。水温15度。15度。これ言ってますね。そう、この15度が目安なんですけど、はい、まあ、この15度になれば、うん、バスはスポーニング行動に入ると、うん、一応言われてます。はい。はい、で、まあ、実際僕も釣り場によく行って経験してる分で行くと、うん、確かに水温15度ぐらいで、うん、やっぱりほとんどの魚がスポーニング行動に移ります。うん、あ、そう。はい。もうこれだから間違いない。うん、今からちょうどこの4月っていうのは、うん、今年は特にそうやったけど、うん、まあ、2月は暖かくて、うん、で、3月ちょっと寒かったよね。そうやね、今年はね、うん、今年なんか雪降ったもん。そう、雪も降ったし、うん、結構荒れたりする日も多くて、はい、で結構、まあ、天気的にも崩れやすい日が多くて、はい、うん、でちょっとこう寒い状況が続いたけど、うん、まあ、後半から4月にかけてはもう暖かくなってくる、うんうんうん、でそうなってくると水温が一気にドドドッと上がってきて15度ぐらいになりますと、うん、で15度になれば、うん、要は産卵行動に入るんで、はい、まあ、ここがすごい一番意識しないといけないと思うんですね。なるほど。そう、釣り人も釣り人も、うん、どの状態の魚を狙うのか、うん、ここがすごく大事で、はい、でやっぱりその水温が上がるっていうことは、うん、天気が大事なんです、うんうんうん、だから僕多分ラジオでも言ったのは、はい、大潮っていうのがまあ新月と満月あるけど、うん、その大潮のタイミングでスポーニングにコードに入るよ、うん、はい、それプラスやっぱ水温が関係してきて、うん、どっちかっていうとその水温が15度に達したら、うん、例えば潮が大潮じゃなくても、うん、スポーニングコードに入るときはある。なるほど、はい、そう、暖かい日が続けば、うーん、そういうことね。そう、晴れ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 で水温がずっと高い状態、うん、でも潮は全然大潮はまだやと、はい、ってなってもそのタイミングでスポーニングコードに入ったりもすることはあるから、うん、はい、
まあ一つの目安として大潮ってのあるけど、なるほど、天気とか、うん、気温、水温、うん、この辺が一番大事。なるほどね、はい、で、はい、15度というのがまずキーかな。そこを意識しとかないといけない。そうそう、はい、でそうなったら要はプリスポーニングって言われて、うん、産卵行動前の魚から産卵行動に入ると、うん、で産卵中の魚、うん、ミッドスポーンっていうですね、はいはい、でそれが終わると今度アフタースポーニングって言うんだけど、うんうん、アフタースポーニングっていうのは産卵終えた魚、うん、はい、でもこれは5月うん、6月ぐらいの話かな、うん、まあ、琵琶湖で言うと、はい、でこれは場所によっても違うの、うんうん、琵琶湖はだいたい平均ね、例年毎年4月5月ぐらいがスポーニング時なんですよね、はい、うん、で他の例えば山間部のダムとか、うん、野池はまあ早いけど、うん、場所によったらその標高高いところだったら水温が上がるのが遅い、うん、そうやね、季節がだから1ヶ月遅れです、うん、はいはいはい、だから5月にスポーニングの場所もあれば、うん、その4月のところもあるし、なるほど、結構それはバラバラ、うん、それはやっぱ気温だったり水温だったりっていうのが大事なんで、うん、まあ、ここを自分の行くフィールドに当てはめてもらうと一番いい、うん、なるほど、うん、ここをまず意識する、はい、意識する、はいはい、これが大事です。水温ね、水温、はい、で産卵中になってしまうと、うん、まあ、産卵行動に入っちゃうんで、はい、まあ、この魚っていうのはネストって言って、はい、卵を守ってる状態、そうなんよね、はい、まあ、要はメスは卵を産みます、うん、ちょっと体力を回復するために、うん、メスはちょっと近くにうろうろして、はい、でオスが守ってる状態、はい、ね、よくサイトとかでね、うん、その産卵の場所っていうのを見たりするんやけど、はい、これは、まあ、守ってる状態の魚なんで、うん、まあ、僕的にはこの守ってる状態の魚も、まあ、確かに釣ってしまう時あるんやけど、うんうん、前後の魚、はい、前後の魚、うん、プリスポーニング、うん、アフターはちょっとまだ4月は少ないかな、うん、第2陣3陣っていうのが出てくるの、全湖の魚一気に産卵する、うん、そういうわけじゃないんだ。なるほど、1陣目2陣目3陣目とか分かれてるわけ、順番があって、うん、でかい魚ほど先にする、まあ今のプリスポーニング状態でしょうね、はい、プリスポーニングもでかい魚が先にプリで釣れてるよね、うんうんうん、でこれ魚が一番でかいんだけど、はい、それが産卵行動に入ったら、うん、もう一個下のサイズ、それでも60とかおったりすんねんけどね、うんうん、そういう魚が今度プリスポーニング状態に入るから、はい、で1陣目が終わりました、うん、では今度さっき出てたそのプリスポーニング2陣目のやつらがプリスポーニング入る、はいはい、こういう風に第2陣3陣って分かれたりするから、うんうん、まあ、これを狙い分けていくっていうのも大事かな。あー、なるほどね、そう、だ自分の狙う場所、うん、例えばスイミングジグなのか、はい、まあ、シャローの釣りするのか、はい、まあ、サイトの人もいますよ、それは、うんうんうん、どの釣りをするのかを、うん、しっかり自分の中で把握して狙い分けっていうのがこの4月5月っていうのが一番大事。ああ、そうなんや、なるほどね、狙う魚を決める、決めていって狙う場所も変わってくる、だここが大事かな。なあ、4月5月はね、うんうん、特にそれが大事。まあ、6月になってくるとまたアフタースポーニングっていうのが出てくるんで、うん、今全部言っちゃうとね、うん、ややこしくなっちゃう。ややこしい、もうやめてやもうやめてや、そんなそう、だまず4月5月っていうのは、うん、絶対外せない一大イベントは、うん、そのスポーニングなんで、だからどの状態なのかっていうのを把握しながら自分が狙う魚を意識して狙う場所も考えてる、うん、なるほど、そう、釣り方も考えてる。だからまず第一陣目、うん、こいつがどういう動きをするかっていうのが、うん、まあ一つはキーとしては水温15度、うん、水温15度、まずこの水温15度になるとスポーニングコードに入るんで、うん、そう、それが1陣目の一発目だな、一発目の指標となるところ、はいはい、だから水温を意識して、うん、でも水温ってどうやって測るの？水温計ある？うわ、もうそんなん言わんといてや終わるやん。水温計とかやったら水温とか言われた、そう、国土交通省ね、放水量とか見るやつに水温あったりするから、うん、あ、そうなんや、そういうのも分かるし、まあ、でも実際自分の釣り場行く場所によってちゃうから、うん、そっか、まあ、水温計っていうのをね、うん、売ってるから、うん、それで測るのが一番いい。ああ、そういうのもやっぱり持っとくといいよね。持っとくといいよね、うん、例えばじゃあ15度以下やったらどうなんの？15度以下やったらまだスポーニングしてないのかなっていう可能性あるよね、可能性が考えられるでしょ、うん、ってことはプリスポーニングの魚を狙う方がいいから、うん、シャットテールの釣りとか、うん、こういうの方がいいかもしれないし、そっかそっか、そうで、スポーニングコードに入ると今度逆にそういう折ったりしてなくなるから、うん、ボトムの釣りに入ったりとか、うん、ビッグウェイトとかね、それで釣り分けてもらうと、そういうことか、うん、まず水温を確かめる、そう、うん、水温と、まあ、天気いつ上昇するのか、うん、またこう下がる時もあるから、うん、下がるとスポーニングしようと思ってもやめたりするから、うん、そうなん、そうそう、本当にだから本当にここは大事なのよ。そう、大事やね、大事、この時期っていうのは本当それが大事で、そっか、水温が上がっていくのか下がってしまうのか、うん、ここでバスの行動って大きく変わるから、そうなんや、 それを意識しないと釣りに行く日も変わってくるから、うん、そうか、今今日これ狙い目かなみたいな、
そうか、なるほどね。行く日ももう決められるってことね。そう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 、そうか、これは大事かな。え、じゃあ今言ったのは水温と天気。水温天気やっぱこれ、うん、これは見とかないといけない。見とかないといけない。見て釣りを行くこと。そう、まあ水温はある程度測ればいいし、そうやね。であとそこ一回測ってたら、あとは気温でね、うん、あ今日あったかいな、今日寒いな、うん、ってだけで水温が上がるかな下がるかなっていうのが分かってくるから、うんうんうん、まあ、この辺を意識、それが一番大事かな。なるほど、はい、一番大事なところね。そう、そこ大事で、それで狙う魚を決めて、うん、そこから釣り方やん。なるほど。そうそう。でもここすごい大事やからね。そこ釣り方になってくると、その釣り方が合ってる間違ってると思う前に、うん、狙う魚が分からんかったら、そういうことか。この釣り方ちゃうから。ああ、なるほどね。そうか。そこ大事。そこはね、釣り行くときには意識してないわ、やっぱり。意識しよう。いや、これでこれからする。バルでございます。そう、ああ。バル。やっぱりな、はい、でもどうしてもな、うん、あかんねん、ルアー行ってまうねん。わかんねんね、わかる。この時期、この時期やからこのルアーみたいな、うん、やっぱなってしまうねん。なってまうねんけど、うん、そう、なってまうねんけど、やっぱここをね、分かった上で狙うと全然違うから。わかりました。ありがとうございます。ございます。はい。まあちょっと冷えてきたね。そうやね。ねえ、うん。雨も降ってきたし。そうやね。はい。よし、じゃあもうこの、ボートで米田行こう、うん、どういうこと、このボートで行くこと、え、どういうこと、このボートで、これあれ、ね、トレーラー乗ってるだけやから動けへん、え、動けへんね、アクセル踏んだ行かへん、動けへん、動けへん、行かへんの、エンジンはこっちついてるけど、うん、無理よ、アクセル踏んだら進むんじゃない、無理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 、もうそんなことは重々承知しておりますよ、さすがやな、だから、うん、こっちから行くんじゃなくて、うん、今日は米田から来てもらおう思て、うん、米田から来てもらおう、米田にここに来てもらったらええねん、もうそんなんは、どういうことや、どういうこと、こういうことや、じゃん。こういうことや。米田に来てもらったやね。それだけはないねんで。何何何何？まだ来てくれんねんで、ね、米田は。何来てくれんの？米田来てくれんのまだ。じゃん。俺俺俺。どっから隠し持ってるの？何それ？ちょっと裏から見えへんけど米田コーヒーって書いてるわ。あ、はい、チョコボール。